総社市役所の1階ロビーには西日本豪雨の被害状況などを記録したパネルおよそ70点が展示されています。総社市では災害関連死を含め12人が死亡し1100軒余りの住宅が被害を受けました。多くの高校生が市役所に集まっているこちらの写真、 SNS の投稿などをきっかけに集まったボランティアたちです。市によりますと7月8日から11日までの4日間で延べ1744人の高校生が活動しました。このパネル展はあさってまで開かれています。